イエーイ、後半です。ご飯も食べてお腹いっぱいになって、お腹いっぱい、ビールも飲んだし、そうだね、ごちそうさまです。パワーつけたから、そう、後半のパターも多分男気がある、パワーあるからね。パワーあるからね。よし、じゃあ後半も頑張っていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ後半もよろしくお願いします。はい、お願いします。よし、行くぞ、行くぜ。ナイス。いい球。もう飛んでるよ。うん。さあ、ビールのパワー。なんか超えたね。ビールパワー。ビールパワーが。はい。イエーイ。お先どうぞ。ちょっと行きますね。ゴルフ場のランチさ、多いよね。多い。後半も。ジュンさんの体に。よろしくお願いします。はい。可愛い。あ、巻いた。オッケー、大丈夫だ。お願いします。お願いします。ね、めっちゃいいんだけど。めっちゃまっすぐ、いい感じです。もう手こねそうなのを耐えてる。めっちゃ耐えてる。もう怖い。打ってる時とか。よかったって思ってる。よっしゃーとかじゃない。自信がないの。最近のドライバー。最近のドライバー。でも今のいいショットでした。いや、今良かったですね。どうしたらいいんだろうね。振り抜くね。はい。違うよ。違う？気合い。ごめん、無視して。分かった。あのバンカーより左狙いだがいいかなと思います。バンカーよりちょい左。うん、惜しい。うん、ダブってないから結果オーライで。ミドル長いからやばくない？たまに長いの出てくるね。ビビるぐらい。まあこういうとこで距離稼いどいて、ショートでちょっと短くしてくれたりとかすると楽になりますけどね。ロングとか。これまだ200以上あるよね、多分ね。ちょっと距離見させてもらいます。ありがとうございます。218。あ、エッジまで188です。88。さあ、でもとりあえず5番ウッドです。右のバンカーだけ入れないように。そうですね。うん、微妙。うん、でも大丈夫です。大丈夫。はい。はい。なんか昨日の夜、鼻が詰まって寝れなかったことを今思い出して。なんかどんどん鼻詰まってくんだけど。花粉？花粉あります。私もすごいです、今。あ、ちょっと。うん、レイアップしてもいいと思います。この右見やすいので、バンカーより左狙い。いくよ。お。あ。届いてない。NG。今さっき下がってたんでさ、浮いちゃったんだよ。つま先下がりね。そういう時もあれじゃん。ちょっと待って、ゆうのつま先下がりえぐいんだけど。どういうことこれ。すごいね。カットしないよ。私もああいうの残ってるから大丈夫。あえて爆笑だね。そうだよ。刻んでいくっていう。すごいつま先下がり。当てに行くショットで。はい。重心低く。おお。左バンカー。バンカー超えたよね。超えた。超えてない？いや、バンカー手前です。あ、手前？はい。おお、ナイス。イエイ。リベンジします。ウッドでいきます。下に重心を置いて、フルスイングで思いっきり振るんじゃなくって、ちょっとボールをいつもより長く見る。もう多い。そうそう、頭、目を離さない。当たった後。おお、いいね。オッケー、オッケー。オッケー。オッケーよ。オッケー、オッケー。上がりづらいからね。ライはね。なるほどね。難しい。でも本当にいい勉強になるね。ありがとうございます。どうしよう、次会った時はもう忘れてるかも。それはあるよね。次会った時なんかスコア抜かされてる可能性ありますよ。確かに。めっちゃさ、これだってもっと飛ぶようになるじゃん絶対。はい、絶対。だってあでもなんかスイングがためとかも。うん普通できないじゃないですか、一番最初からためってためができてる。え、どういうため？ため？たまりこう、ストップってことじゃなくてなんだろう、こっからの切り返しみたいなのすごいよね、ギュッて手首のあれがすごい。手首も強いもんね。手首強い、やっぱザ・アスリートって感じよ。よっしゃ、褒められた褒められたぜやったぜやったぜリングかな、やっぱ95だったらそうですね。芝強めなので緩まないように打つ。ピン奥だけど上りで、うわめっちゃいい。これでかいかもしれない。ちょっとでかいかも。で95だけどピンがめっちゃ奥なんで85でも大丈夫です。うん。あ、ナイスショット。これも大きいな。いや、うん。あ、大丈夫大丈夫。ちょうどいいちょうどいい。本当？ナイスショットです。ラッキー。いやいい。多分ちょっとラフに負けてその分落ちたけど、よかったよかった。ラッキー。ジュンさんちょっとハンドハウスで入ってたから。そう、しっかり入れに行ったんだけど、それが逆にって感じ。53ヤード。でかいかも。でかそう。ちょっと体ごと入ってしまった。やっぱしばきにした。そう、ハンドバース。そうだよね。しっかり入れていこうかな。そうなるよね。なったわ。なるよね。なったわ。いやー、ちょっといる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 。じゃん。本当めっちゃ力よ。いる。うちら多分。ちっちゃ。すごいところから。この木の間をすり抜けてピンです。50度で。はい。狭いね。ちょっとだけ遠くから取ってもらっていいですか？あ、もうちょっとね。当たって跳ねちゃうと怖いんで。ナイス。おお。下ってる。ストップ。ちょっと大きかった。ちょっと大きい。いやでもナイスなんだよ。52で打とう。転がして前から乗せます。今結構うまいかなと思ったんだけど惜しい。今52だからいくかなと思ってラウンで止まっちゃったんだね。ナイス。ありありありだね。まあナイスタッチ。先に行きます。はい。ナイス。惜しい。オッケー。ビーン。あ、曲がったよ。曲がんないよ。オッケーです。うまい。来た来た来た。ナイス。ナイス。ターン4、2パット。ライちゃん。はい。今回ですね、マコーディアゴルフさんでゴルフしてるんですけど、11月1日から来年の2月28日まで全国のアコーディアゴルフ134カ所あるんだけど、そこのすべてのコースでスコアを提出すると参加できるコンペっていうのがあって、それなんか本当にスコアを提出するだけでそのコンペに参加できる。それは別にいつでもいい、毎日。え、そうなの？楽しそう。今回私たちもそれに参加してる。今してるなのでスコア提出をします。やばいやばい。でこれね、普通にラウンドするプレーフィーとは別にワンコイン500円、500円で参加できるんですよ。500円で、そうプラス500円で参加できるんですよ。事前にウェブで予約してると300円、当日は500円、当日は500円、4ヶ月やるんで2ヶ月ごとに集計をして、合計で7000点以上の商品が用意されてる。7000個以上。わおわおね、アコーディアのゴルフを使って何回参加しても500円、毎回参加することに1個のスコアカードで500円かかる。そうそうそう、500円かかる。なるほど。どんな商品があるんだろう。後でですね、こんなでっかい垂れ幕っていう垂れ幕があるんで、これ多分一番すごいのはオフィシャルプロアマにご招待6名様なのかな。ちょっと行きたい。まあ毎回私たち最近はこのアコーディアゴルフさん使わせていただいているので、もうできる限り応募していきたいなと。もう動画の一番最初にこのロングランコンペの簡単な動画っていうのが差し込まれているので、そちらをご覧いただくか、また概要欄に URL 貼っておきますので、チェックしてみてください。楽しみ。狭っ。右多い。狭いよね。右だけどバンカー越えないもんね。右しかない。またこの球だ。ちょっと右に。でも。あるある、大丈夫。す。ナイスショー。いやー、これはいいですよ。ナイスショー。オッケー、オッケー。バンカー右狙い。ないしょ。同じぐらいだね。ライちゃんとね。ラッキー。ハピハピでしょ。なんだっけ。ルンルン。ライちゃんめっちゃ喋るよね。めっちゃ喋る。お友達も結構喋ります？多分ずっと喋ってる私。お友達の中でも気づいたらずっと喋ってる。どうやら私ね、聞いてっていう癖があるらしく、よく言われるのはね、朝からずっと聞いてるよって言われる。ずっと喋ってる。なんか一個話題がなんか途中なのに次話し始めるから、あれいつ終わったみたいな。終わったんだみたいな。喋らないと忘れちゃう。そんなことない？忘れちゃうかも。そう。だから今思いついたらすぐ喋らないとなんだっけってなっちゃう。確かに。だから喋りたいってなる。すごい。喋りたい人。もうちょっと静かに。いや大丈夫、全然いいんだけど。オッケー。上り炎天。わかんない。煉獄さんです。知らない。鬼滅兵は見てる。あ、そういうこと？二の方。上り炎天で行きます。呼吸。上り炎天。上り炎天。飛んでるから大丈夫。上り炎天。何が起きたの今？鬼だふり。ああ、ボールの位置めっちゃいいですね。それでもちょっと右に行きやすかったんで、そのラインの時、今日は左向きましょう。はい、行きますよ。はい。登り園って全然使えないじゃん。いや、今は呼吸ちょっと整えてなかったから、次整えて。3人目、2の方ですよ。さあ、2の方、上り炎天。よし、呼吸整えて。おお、上り炎天乗ってるんじゃない？乗ったでしょ、これは。ちょっとオーバーしたかな。ちょっと欲張りさんなんだからもう。純一さん。ひいた登り園店。登り園店。めっちゃ見てんじゃん。私昨日の夜寝れなくて見ようかと思ってやめた。あるあるある。やっと漫画1話からアニメか。見ようかなと思ってやめちゃった。ネットフリックスで全部見れますよね。そうネットフリックス。私先に映画見てから今アニメ見てる。あ、そうなの？逆パターン。逆パターン。でも感動したから映画で。ね。ただちょっとちんぷんかんぷんだった。そうな気がするけど。あ、でも大丈夫。登り園店で軽め。はい。軽め園店。お、ちょっと右出たけど。どうかな？どう？乗ったかな？乗ったかな？でも乗ってるっぽいね。乗ってるっぽいね。9番で行こうかな。今日の初9番。はい。おお、いい当たりだけど右。ナイスオン。乗ってるんかな？乗った乗った。いいね。イエーイ。ルンルン。今日はすべてルンルンだよ。はい。あとはパッとは気合いで。はい。気合いで頑張ります。ライちゃん。ライちゃんファイティン。ファイティン。はい。56万。20ヤードぐらいかな。うまい。あ、いい。なるほど。ああ、もうちょっとだったよね。切れるね。気味だったし。うん。やっぱ絡む。絡むよね。でもさ、うちに行ったら行っちゃうしね。そうなんですよね。ちょっと難しいね、やっぱりここ。下りを残してしまいました。ライちゃん読みはこうですね。よし。完全にかなり切れると思っていいと思います。こっち側とか。もっとなんだ。うん。もう一回。おーし。ありがとうございます。もっともっともっと。ねちょっと今なんかあった。緩みすぎちゃった。いやーし。いいね。3パットで収まってよかったです。日頃の行いでやって曲がるな、これも、ちょっと曲がりますね。ここ難しいグリーンです。いい感じだ。あー、オッケーです。ありがとうございます。パ。ナイスパー。セカンドもめちゃめちゃ良かったですね。ね、良かった。ありがとうございます。はい、皆さん一番欲しいのはどれですか？どれですか？私、全国ゴルフ場無料プレー券。ああ、それいいね。1万2000マイルって。おお、それいいね。私はここは普通で、ボールで行きたいと思います。2ダースだよ。ボールかこれ。ああ。でも500円でこれがもらえるっていうのはすごい。すごくない？すごいよね。どれも500円以上のものばかりなので、あ、しかもさ、この漏れなくこれがもらえるらしいよ。この2ヶ月間の参加回数が多ければ多いです。5回で1000ポイント、8回以上で平日1名無料券。なので皆さんぜひね、ゴルフ場を予約するときはアコーディアさんのゴルフ場でこれにチャレンジしてほしいなと思います。ね、ください。1万2000あったらどこまで行けるんだろう。沖縄の片道、台湾にも行けるわ。あ、そうだ、海外とかどうですか、台湾。これじゃん、一番。それが多分メインね。オフィシャルプロアマにご招待6名様。やばい、これ行きたいな。そうね、どこなんだろう。この上のやつじゃない、2021年シーズン。あ、成田ゴルフクラブだ。そうなんだ、いいとこでしかもね。ということで皆さん参加お願いします。お願いします。